さしくより抱かれ涙ほりほろり舞い散る雪は飾り人で紛れた街でさえも咲きても花散るとも眩しい雪月か誰や俺は。この店のオーナーの秋山というものです。宗者さんは。俺は真島組の南っちゅうもんや。真島組？それってあの神室町ヒルズ建設に絡んでる東条会の大幹部の？そうや、あの真島組や。お、ちょっと待ったね。この曲、俺のお箱やな。よっしゃ、行くで。おい、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 おい。ああ、お前ら声出すや。って、あれ、あらら。何やっとんじゃ悪い。いや、送信ボタンを押したつもりだったんですが、押し間違っちゃったみたいで。申し訳ない、暗かったもんで、つい。暗かったからつい押し間違えた？兄ちゃん、その話ほんまやな。そうか、なら、ま、いいわ。南さんでしたっけ？あ、もや。あの南さんのご用件は何なんでしょうか？おお、それやそれ。この店にリリって女がおるって聞いてな。なんや、えらいべっぴんさんらしいやないか。そんでちょっと指名したらなあかん思てな。リリですか。申し訳ありませんが、彼女は本日をもって店を退店しました。え？何やと？そりゃ困るわ。彼女に何かご用ですか？そう、俺も親父からその女連れてこい言われただけやからな。親父？親父ってあの真島さんにですか？そういうことや。せやからリリって女の居場所教えてもらえないか。お客様、申し訳ありませんが、キャストのプライベートを教えるわけにはいかないんですよ。そういったご用件でしたらお引き取りください。あ、何やと？私はね、一度自分の店で働いたキャストを理由もなく売るような真似はできないんですよ。なんや、かっこいいこと言うとるやないか。ええ、私は常にかっこいいオーナーでありたいんですよ。おもろい兄ちゃんやな。じゃあけど、こっちも遊びやない。ヤクザが何もせんとタダで買えるわけがないやろ。金ですか？なもんちゃうわ。ちゃんとあんたの口からその兄ちゃんの居場所聞き出さんごとには帰られへん。どうしてもお帰りいただけないようでしたら、実力行使ということになりますので、よろしいですか？ほう、いい度胸しとるやんけ。ほんなら、こっちも力ずくでも教えてもらうで。Come on.
こんなんで終わりと思ったら大間違いや。しぶといね。さすが真島組だ。くそ、また負けるわけにはいかんのじゃ。やめや。お前の歌は宴会の時だけで十分や。お、親父。親父？まさか、あの真島組長。この音痴から聞いとるかもしれんが、リリッチ女を探しとる。ここにおるんやないのか？彼女はもうここにはいませんよ。どこに行ったかも知りません。そっか、遅かったっちゅうことか。リリに一体何の用です？リリは柴田組に追われていた。まさか真島さん、あんたもそのことに関係しているんですか？そうなんか、柴田組が。教えてください、真島さん。リリは一体何者なんですか？なぜあんたたちに追われなきゃならないんですか？あいつは、安子ちゃんは俺が守らなあかんねや。安子、それがリリの本名ですか？なんであなたが守る必要があるんですか？それが俺の償いやからや。25年前のあの日のな。償い？